本日2月20日大阪で全国招待大学対抗男女混合駅伝が行われまして、2連覇を目指します順天堂大学が見事2連覇を果たしました。中央大学とアンカー対決まで、もつれるね激しい戦いとなりましたけれども、1年生の小暮選手見事ですね、アンカー1年生ながらエントリーメンバー最速のね持ちタイムを持っております。そんな小暮選手が中央大学を引き離して見事優勝のゴールテープを切りました。そんな2連覇を果たしました順天堂大学のレースを1区から振り返っていきます。1区は、男子の3キロ区間なんですけれども、順天堂大学の主力の石井和樹選手が見事8分18秒という好記録で区間5位ということで、区間賞こそ逃しましたが先頭がきっちり見える位置でタスキを渡しました。石井選手ね、トラックの 3000m で8分8秒ということで国内トップクラスのねスピードが持ち味です。まあ、高校時代から駅伝はね全く外さない強さ、本番に強いですよね。まあ、駅伝だけじゃなくてロードトラックでも外さない強さを見せつけてきております。箱根駅伝はね4区を走りまして区間2位でした。そんな石井選手はですね、本当に力があってどの大会でも外さないね、そんな安定感のあるような選手でございます。まあ、同期はね順天堂大学の三浦龍司選手がね今同じチームで同じ学年で頑張っておりまして、かなり刺激を石井選手も受けていると思いますので、ぜひ三浦選手とともにですね、強い世代をどんどん作っていただきたい、そんな風に思います。石井選手は 5000m もね13分46秒ということで、トラックのね持ちタイムも本当に強い選手ですから、ぜひですね、この今回の優勝をいいきっかけとして、トラックシーズンに、結びつけていただきたい、そんな風に思います。そして2区を走りましたのは小野紫苑選手。2区は女子2キロ区間となっておりますが、見事小野選手は区間賞を獲得しまして、石井選手から、5位でもらったタスキをですね先頭に押し上げる走りパフォーマンスを見せてくれました。小野選手とね石井選手は学年こそ一つ違うんですけれども、同じ高校出身ということで関わりのあるね、選手同士のタスキリレーということで非常に面白かったんじゃないかなと思います。小野選手は千葉県選手権 800m で4位入賞されるなど、本当にね 800-1500m を主戦場としておりまして、スピードランナーの印象が強いですね。まあ、この駅伝もね最短区間の2キロを走られましたけれども、非常に自分のスピードを生かしたパフォーマンスがね、見ることができたんじゃないかなと思います。見事な区間賞で総合トップに躍り出ました。まあ、結果から言うと2区の小野選手で先頭に立って、その後一度も先頭を譲ることなくフィニッシュしたわけですけれども、やっぱり流れって大切だなというふうに思いましたね。そして3区は男子の最長区間、伊予田達也選手、5キロ区間をですね、14分18秒見事区間賞を獲得。伊予田選手は2年連続3区を走りまして、昨年もね、区間賞を獲得されました。まあ、今年も区間賞ということで、伊予田選手はこの駅伝だけではありません、順天堂大学のエースにね、成長しましたね。この1年、箱根駅伝は3区を走りました。三浦龍司選手から17位でタスキをもらうと一気にね7人抜きを見せて、総合10位まで上げるパフォーマンス走りを見せてくれましたね。一気にシード圏内、そして箱根駅伝でですね久しぶりに順天堂大学のメダル獲得、準優勝に大きく貢献された選手でございます。出雲駅伝は1区で区間5位、全日本大学駅伝はエース区間の3区で区間5位ということで、まあ、安定感抜群の選手に成長したなというふうに思います。1万メートルも28分台前半ですから、まあ、4月からね、最終学年に上がりますけれども、ぜひですね、まあ、1万メートル27分台5000メートルも13分30秒台ぐらいをねどんどん目指していただきたい、そんなふうに思います。5000メートルは現在13分43秒ということで、13分30秒台はね、まあ、狙えるところにいるんじゃないかななんていうふうに思いますけれども、見事なパフォーマンスを見せてくれました。昨年はですねタスキをもらって全員抜いて先頭に躍り出たんです。今回は先頭でタスキをもらって見事区間賞ということで、非常に素晴らしいパフォーマンスだったと思います。そして4区は、女子の3キロ区間です。二川彩香選手が走りまして10分5秒、区間11位とねちょっと苦しい走りになってしまいましたが、まあ、先頭を譲らずそのままキープということで、見事な走りを見せてくれました。昨年もこの区間を走ったんですよ。で昨年は区間賞を取ったんですよね。伊予田選手と
二川選手ね、連続区間賞を見せてくれたんです。今年はかなり苦しい走りとなってしまいました。まあ、昨年ね、いい印象、いいイメージが植え付けられたからなのかも分かりませんけれども、まあ、自信持ってたはずなんですけど苦しい走りとなってしまいました。まあ、1500m とかがね主戦場の選手で、関東インカレでもね 1500m 活躍されましたし、茨城県選手権では 1500m 優勝、茨城県チャンピオンと輝いておりますが、この日はね非常に苦しい走りとなってしまいました。ただチームがですね、2区で先頭に立って2区3区連続区間賞ということで、後ろとの差をねだいぶ広げてくれたので、走りやすかったというかね、後ろに追いつかれることはなかったということで、そのあたりは最低限の仕事はできたんじゃないかななんていうふうに思います。まあ、二川選手ね 5000m も16分23秒とある程度の力を持ってますから、長い距離もねどんどんスタミナつけていただいて、得意のスピードを生かしつつ長い距離も挑戦していただきたい、そんな風に思います。そして5区は男子の2キロ区間、服部相馬選手が走られまして、5分36秒の区間7位ということで、順位こそね区間7番でしたけど、5分36で走れば後ろは追いついてこないと言っても過言ではありません。なかなかいい走りを見せてくれたんじゃないかななんて思います。順位はねそのまま先頭をキープしました。服部選手はね1年生ですけれども、もう洛南高校出身で 3000m 障害も得意なんですよ。8分39秒の自己ベストを持っておりまして、日本選手アンダー20の日本選手権で大会新記録で優勝もしております。まあ、洛南高校からね順天堂大学、そして 3000m 障害を走るっていうことは、もう三浦龍司選手のね背中を追ってこういうし、ね、あの道を進んでると思いますので、ぜひ頑張っていただきたい、そんな風に思います。出雲駅でもねデビューしておりました。出雲は苦しい走りになってしまいまして、全日本箱根はメンバーから外れてしまいましたけれども、まあスタミナもあってスピードもあってタフさもあるということで、箱根駅ではね6区を走りたいと自分でね希望しておりますので、まあ、ぜひ来年の6区はですねスピードそして体幹タフさを生かしていただいて、箱根の6区活躍を期待したい、そんな風に思います。そしてアンカー6区は小暮真央選手、女子5キロの区間最長区間です。そんな最長区間なんですけれども、1年生ながらエントリーメンバー内最速の持ちタイム、中央大学のエントリーメンバー内最速の持ちタイムである小暮選手がアンカーを任されました。区間賞こそ逃しましたけれども、総合優勝を果たす2連覇を果たしてゴールテープを切りましたけれども、まあアンカーにタスキを渡る時点でもう2秒差3秒差ぐらいだったんですよね、後ろの中央大学との差が。ということでかなりね、前半で追いつかれてしまったんですけれども、冷静にきっちり走ってラスト 500m でスパートをかけて見事優勝のゴールテープを切りました。そんな小暮選手ですけれども、富士山女子駅伝では1区を走りまして区間5位、全日本大学女子駅伝を走りまして3区で区間6位ということで、安定感がね本当に1年生にそぐわないというかね、1年生らしくないぐらい安定感のある選手だなと思いまして、非常に素晴らしかったななんていうふうに思います。全日本インカレでも 1500m で活躍されました。埼玉県選手権では 1500m チャンピオンということで、非常に実績のある選手でございます。まあ、4月から2年生になりますけれども、ぜひですねこういう全国大会の舞台でねタイトル取りましたから、それを自信に変えていただきたい。そしてかなりプレッシャーのかかる ポジションで走りましたけれども、うまく逃げ切った、そういうところをねぜひ今後に生かしていただきたい、そんな風に思います。ということで今回は第2回、全国招待大学対抗男女混合駅伝2連覇を果たしました順天堂大学の今回のレースを振り返りました。以上